ど,ど、ど、ど、どんぐりえへむ。どうも、なるみです。どうも、なつめぐです。今、なるみさんに送ったんですけど、はい。この、ハッシュ、どんぐりえへむとかでね、検索して、ツイッターで、いくつか見てるんですけど、うん、面白い人というか、見つけて、はいはいツ。ツイッターでふと見てたら、今見えます、なるみさん。見えますよ。この、秋山さんって方。めちゃめちゃ個人のツイッターアカウントですね。そう、めちゃくちゃ個人のツイッターアカウントなんですけど、うん、勝手に、 出したんですけど、うん、好きなラジオはドングりエフム霜降り明星菅田将暉ってのプロフィールに入ってません秋山舞さんという方のプロフィール好きなラジオはドングりエフム霜降り明星オールナイト日本菅田将暉オールナイト日本ですねその並びなの <laughs> <laughs> ラジオラジオなんだっていうねそうびっくりして <laughs> 並びが並びがすごいっていう あり,ね、ありがたいです。ね、うん。ありがたいです。秋山さん、ありがとうございます。ます秋山さんはエレファントストーンという会社でお勤めみたいです。エレファントストーンという会社の経営戦略室にいるっていう。<laughs> 完全にもう、あの、何普通に、ちゃんと、普通に働いてる方の Twitter でございます。エレファントストーンっていうのは、象の石みたいな意味なんですかまあ完全にそうですね。うん。<そ>どういう由来なんですかね なんでしょうね。なんかそういう熟じ熟語がありそうですね。う,ねうん。石の上にも三年みたいな意味なんですかね。うん。そういうのがありそう。うん。像の上にも石みたいな。像の上にも石みたいな, <laughs> たいなそういう意味なのかな。うん。ちょっとこれ気になっちゃうなこれは。ね。ドどドどどどドドドグレヘム。いや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 。最近はどうですか。ちょっと久々に意外と知らない。 iPhone コーナーやっていいですかお、お願いします。あのですね、前もやったよ何回かね、うん、iPhone 実はこの機能使ってないよねみたいなやつ。うん、今回はですね、背面タッチって知ってますお、何ですかそれは ?iPhone って、あの、当然画面はタッチできるじゃん。で、タッチ操作するでしょ実は背面もタッチできて、背面でも操作できるんですよ。 僕はカメラに設定しております。お、それそれ。<laughs> アクセシビリティ、設定のアクセシビリティをして、なんだっけタッチかなうん。タッチを押すと、その一番下に、背面タップってあるんですよね。うん。で、背面ダブルタップ、あるいはトリプルタップで、いろんな機能に割り振れるんですよね。そう、夏目さんでカメラっていうのもありなんだけど、僕はね、スクリーンショットに設定してますね。うーん。 スクショって、なんかボタンにこうし2個同時押しみたいなやつじゃん。うん。あれ結構めんどくさくて。あれ僕いつもね、なんか電源落としちゃう。そう、落ちるよね、やりすぎると。うん,うん。あれ結構、あの、背面2回ポンポンってやるとできるっていうのは結構いいよ。背面というのは、ディスプレイがある方じゃない方。ない側。背中を叩くと、うん。なぜか iPhone の何かを起動することができると言ってるそうそう。 まあこれアイ iPhone あるじゃないですか。うん。で、裏っ側でしょうん。ここを2回押すと、うん。今僕はスクショが撮れてるんですよ。うん、素晴らしい。うん。これ片手でスクショ撮れるから、かなり便利だなと思って。ケースがあるから。あ、ケースね。はいはい、はい。せません。どうしたらいいですか諦めて。<laughs> <laughs> どっちかを諦めて。<laughs> 多分ね、9割以上の人はケースがあるんよ。ケースし,してるみんな。 してんじゃない、うん、ケース捨てた方がいいよ。ケース、え、なんてなんでケース捨てた方がいいよ。捨てた方がいいって言ってる。うん、ケース一台市場となっても、すごい、ヨドバシとか行ってみ一回だいたいケースコーナーだからもう、うん。そんないらんでしょ、ケース。ケースしてないのは僕の統計によると、40代以上の IT 好きな男性のみ、<laughs> <laughs> マックエさザーの男性のみ。うなうん、うん。うん、うん。うん。うん。う ゴリミーさん、ぺ平さん、なるみさんぐらいしか。3人じゃねえか。そっか。ケースね。以上、意外と知らない iPhone コーナーでした。それね、ちょうどいい。うん。で、僕のおすすめは、ケースで、Apple のマークあたり触ると、ケースじゃないや、背面の。タップ、タップ、タップできますよね。あそこをね、くり抜くの。もうケース。ああ、自分で。そうすれば。うん。 そうすればね、背面タップできる,できる。じゃあその背面タップ用にくり抜いたケースとか塗ってんのかなかなぁ。と、あとは、僕のケースギリできる気がするんだよな。あの、ケースがあっても、うん、何、スマホ触れる手袋みたいなもんで、あれって電気で、うんうん、何、感じしてるから、その電気をある程度感、感じできるケースとかもあります。薄いケースだったらいけるんだ。 ちょっと僕詳しくないんで分かんないですけど、薄さなのか、材質なのか。今緊急の頼りで、支払い用の QR コード出すようにしてるっていう人もいますね。それ結構いいね。うん。ペイペイとかね。ここで成美さんに、夏目のおすすめ YouTuber シリーズを、今日は、板橋ハウス。 でどうでしたなるみさん板橋ハウス、うん、僕ねこれねうん大好き <laughs> そんな好き大好き板橋ハウスねあの夏目さんからあらかじめ送られてきて見とけって言われたやつですよね、うん、しかもリマインドまでされてそう <laughs> めちゃくちゃリマインドまでしてきて、うん、見たけど面白かったですよ面白いでしょ面白いと思う引き続きいろいろ見て面白いからうんこれは何かと言いますと ルームシェアしている3人の男性、27歳前後の男性が、の日常を描いております。瀬戸内海み,みたいなノリですね。瀬戸内海とか、ザ・三名様みたいな。うん。ああいうほのぼの漫画系な、何も起きないトークみたいな感じですね。そう。でもそれよりももうちょっとネタっぽいというか。うんうん。勝手にしろよって言わせたりするの面白いですよね。うん。面白いっちゃ面白いけど。<laughs> なんだろうね。この板橋ハウスの人たちってさ、うん。3人組の関西人なのかな一人は福岡、一人は愛知、一人は大阪です。あ,あそうなんだ。うん。3人組ではない。うんうん。やっぱ、普通のトークのさ、基礎がやっぱ面白いなと思った。うんうん。うん。なんだろう。面白いですよね。ツッコミとか綺麗だし。会話のテンポとかツッコミとかの、そうそう、うん、鮮やかさがやっぱ、 西の方の人ってほんとすげえなっていう <laughs> やっぱ関東人からすると憧れるよねああいうのね面白いですよね普通に喋るだけでちょっと面白いじゃないですかうん不正しゃ喋るだけっていうとあれだけどとにかく面白いなと思ったトークが、うん、これの良さはねうんリアルさだと思ううん、うん、そ,それは部屋がちょっと汚かったりうん、うん、あああありそうっていう作り込んでないから楽しいんだよねこういうね ああいう瞬間ってさ、ふと訪れるよね、うん、なんか。友達さんに飲んでてさ、うん、スイッチ入って面白いことを言ってしまう瞬間みたいな。たまに訪れる気がするのよ、降ってくる時が。うん。それが常にやっぱできてるのが、基礎体力の凄さを感じるね。<laughs> いやー、僕これすげー好きなんですよね。もうめちゃくちゃ見てる。全部見たし。<laughs> そんな好きか。<laughs> うん。なんか前僕がおすすめした状況ボーイズとかも近い感じなんだと思うんだよね。 あ普通にトークしてるけどやっぱそのテンポの良さとかツッコミの面白さとかがやっぱいいなっていう N5 ぐらいで男性の方が好きだね女性にそんなに響かなかったいやそりゃそうでしょ男性はみんなああいう思い出があるんじゃないのなのかなまあ男女じゃない気もするんだけどなん何なんだろうなんか僕の勝手なイメージだと、うん、男性ってああいう無駄なトークしがちなんですよ延々と。 <laughs> で、無駄なこと話せば話すほど、その無駄自体が楽しくなっちゃって、うん、つまんなくいいこともどんどん重ねて喋るんだけど、うん、女性の方ってもうちょっと有益なこと言ってんじゃないのやっぱりそんな気がすげえすんだけどね。なんか、高校時代の部活とかさ、うん、大学のサークルとか、社会人2、3年目の同級の飲み会とかって、ああいう感じじゃないですか、男の社会っていうのは。うんうん、それに近いような気がすんね。 まあ男子校乗りというかねそうかいやでもねこれ A&Y ポッドキャストっていうサンフランシスコから女子トークというポッドキャストをやっているあさみさんという方がいるんですけどうん多分この人とかね好きだと思うあの板橋ハウスあそうなの <laughs> 瀬戸内も気に入ってたからあそうなんだうんたぶん好きだと思う板橋ハウスぜひねあさみさん聞いてみてください DM しろよそれ思も,もう <laughs> <laughs> 聞いてないよこのどんぐりは <laughs> なんか僕、ああいう、そう、この、なんだろう、板橋ハウスとか、漫画とか4コマであったら延々読んじゃうんだよね。うん <laughs>、うん、うん。YouTube という媒体についていけないだけであって、うん。面白さのレベルはすごい高いと思うんだよね。<laughs> え、なるみさん、あんまり YouTube、そんな見ないて、うん、か僕、多分、<laughs> YouTube の中のコンテンツ動向じゃなくて、YouTube が苦手なんじゃないかって最近思ってきてさ。は<ー>見れないのよ、そんな長く。 YouTube たまに見ると板橋、うん、ハウスめちゃめちゃ面白くてすぐ次の動画始まって、うん、あそれも面白いんだけどやっべと止,止めるみたいなやべやべ YouTube 見ちゃっただららみたいなあー僕からするテレビみたいな位置うーんなんとなく見てしまうことに対する罪悪感っていうものはなんか残ってんのかなあーテキストならい,いのそれがもし板橋ハウスっていう本だったら全然ありなのよ はえー、そうなんだ。うん。ただ YouTube とかで見てて、映画を、映画じゃな、動画をずっと見てしまうことに対して、なんかいいのかな、これは、みたいなのは、残っちゃうんだろうね。うんうん。でも、例えば、魚のさばき方とは検索して、レクチャーする動画を見るのは全然ありなのよ。なんか、情報、摂取したいとか、情報収集したいっていう欲が強すぎて、面白い動画を見たらなないっていう。うん。妙な、なんか。抵抗感がある。あんのかね。うん。 へえ。僕はたい1日5時間ぐらいは YouTube 見てます。<laughs> すごいね。<laughs> え、でも、めちゃめちゃ面白い YouTube たくさんあるし、ある。全然コンテンツでし優れてると思うんだけど、僕は多分スマホで、スマホでも PC でも YouTube5 時間見ちゃうと、死んじゃうかも。<laughs> <laughs> じゃあやめとくか。うん。死んじゃわれたら困るからな、そうか、ん。なんか、 その媒体そのものを受け付けないみたいな感じなのかなまだうんん。もしくは、変化の時なのかもしれないですよ。このままだと、なるみさん。レコード聞いて。ブラウン管のテレビ。<laughs> <laughs> まあね。いや、そういうことだと思うんですよ。<laughs> オーバーに言えば。レコードのね。いや、音は自分で作るんよ。針を落とす時のって言ってる。<laughs> <laughs> そうそうそう。でね、紙の本じゃないとダメなんよって言ってる人になっちゃいますよ。いや、でも、例えば、 何かを学ぶ系の YouTuber 見るのよ。うん。ちょっとした、この料理の仕方とか。うん。あのね、料理家のリュウジさんっていう人はいるじゃん。うん。あれめっちゃ見る。ああ。あれを見ながら料理するのありなんだよね。はいはい。じゃあいいじゃん。媒体としての。あれでしょ。YouTube という媒体というよりも、エンタメ系にそんなに。あ、そうなんだ。の。エンタメ系かける YouTube っていうのはちょっと響かないんだろうね。なじめなのかな。東海音楽フィストとかそうそうそう。 うん、ちょっとしたものを動画で知るみたいなことだと全然 OK なのよ。なるほどね。えー、いや板橋ハウス僕がね面白いと思うのはこの竹内さんのツッコミがめちゃくちゃ素晴らしいですし、うん、あのねまあわかる人には後で見てからかん何ああこういうのかって感じてほしいんですけど、うん、やっぱねリアルさはいいんですよ。でリアルだね普通の雑談だよねに。そう。で これね板橋ハウスもし作ってる人はねあのここを気をつけてほしいのは吉野さんの笑いがたぶんねむちゃくちゃ大事こうねキャッハ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 って高うで笑ってるのがあるから、うん、あここめちゃくちゃ笑うところなんだっていうもうすごいねいい感じに笑ってくれる人がいて竹内さんとあのベッドの前に座ってる人でしょそうそうそう,そうゲームしてる人吉野さんは一番奥の方にいる人向かってあのもじゃもじゃじゃない方もじゃもじゃじゃない方ねはい左上にいる方 あれのね、キャハハハって笑ってる音が、すごくね、タイミングもいいし、なんだろう、耳障りが良いというか、だ,だから多分、聞いてて、見てて、うん、あ、これめちゃくちゃ楽しいんだって、コンテンツ以上に、うんうん、コンテンツが面白いんですけど、あれ大事よ。いや、でも絶妙な3人組だと思うんだよね。うん、ちょっと、もじゃもじゃぽっちゃりとさ、うん、吉野さんっていう、声の高いひょろっとした人と、うん。 でヒョロはどっちかというとたけしさんかなでたけしさんがなんかちょっとザ普通に普通の人というか、うん、そう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 ,うんバランスいいなと思ってねいいいいまあずっこけ3人組でいうと八兵衛ともうちゃんと博士を<の>いやえ知らないだろ。そうとても面白いのでぜひね皆さん見てください夏目さんは登録者数何人といから追いかけてたんですかこれでもね結構最近なんであれですね 10万か20万いかないぐらいかな。で、今が30万ぐらいですね。ああ、でも、すごいじゃないですか。<laughs> まあね、僕ちょっとそういう子を見極めるの、プロというか。<laughs> まあ、投資家の目線といいますか、これから伸びる、ああ、この子たち、いいねっていうのはね、やっぱり得意なので。唯一のね、特技というのがね。<laughs> <laughs> これから投資家が増えそうな YouTuber を探すっていう <laughs>。<laughs> 見てるだけだけど。うん そう、これはとっても面白いので。僕的に面白かったのはあれかな。勝手にしろよっていうやつ。勝手にしろよ面白かったな。勝手にしろよかな。他もいろいろ面白いんだけど。うん。でも、再生数として一番多かったのは確か、かっこよく出ていくだったっけな。部屋からかっこよく出ていく。うんうん、ダサく部屋から出る選手権が、再生数として多いんですね。 いいいやいやいや板橋ハウスぜひ一回一回登録して見てみるといいかもしれないです。昔も今も CA じゃん <laughs> どんぐり FM そういえば、うん、これ公開するかどうかはまあなんか、まあ、してもいいと思うんですけどうんどんぐり FM を聞いてあるという会社に入社する人多くない <laughs> 多分あるっていう会社の社員数の割り返しと割合からしたら多いよね。 多いよね、明らかに多いと思うよ <laughs> そろそろさうんどんぐり紹介会社としてはさうんもう無料期間終わってるでしょ <laughs> 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 どんぐり FM のマネタイズの方法として人材支援って何だろうね <laughs> やっぱこの番組聞いてるリスナーっていうのはさ、うん、明らかにリ,スリテラシーが高くて最先端のものに興味の持ってるすごい人たちばっかりじゃないですか うん、それたちを僕が僕たちはいろんな会社に売り飛ばしていくっていうね <laughs> 売り飛ば言い方はあれだけど <laughs> 言い方あれだけど <laughs> 割とねなんかどんぐり聞いてて就職したって人いますもんねいるうんそろそろ何かもらわないとねうんゲストに出てもらうなりそうっすねうん <laughs> 23年前に出てもらって全然違うと思うもっと大昔、ね、もっと前 ?4 年ぐらい前 大昔じゃない。なるみさんが前職に入ったぐらいだもん、多分。そっかそっか。じゃあ5年ぐらい前か。うん。そん時にあるの社長の方出てもらって、うん、そろそろ使い果たしましたかね、そちらその分は。ふふふ。ね。いやいやいや。でもね、そうやって、どんぐり聞いて入社しましたみたいな人がいると嬉しいですね。うん。いいことですね。いいことです。うん。もしね、うちの会社にも紹介してくださいという方があれば。ふふ。 結構でも僕らも就職相談って受けるからね。うん。ぜひそういったどんぐりリスナーを採用したい会社っていうのがあったらお便りください。お便りください。うん。<laughs> でもどうなるかは全然わかりません。わかりませんっていう。でもね、それ一個あるのは、うん。これ前どっかでこう放送で話したかもしんないですし話してないかもまあ忘れちゃったんですけど、うん。僕が大昔に Facebook でこういう人がいます。就職探してる人いますかみたいな。 就職じゃないあの会社さんで採用探してる方いますか、うん、って言ったら多分休日の夜だったと思うんですけどケンスーさんが一番早かったんですようん興味ありますって DM くれたのがんかねそういうことだと思う社長がそういうところ何アンテナ張ってて、うん、すぐに僕みたいなパンピーにいきなり連絡するっていうフットワークの軽さとかねすごいですね,ねなんかそういうところで動いてる数ケンスさんがそれだけちゃんと動いてるから そうやって決まるんだろうなと思いますね。うん。もしくは、ただ、休日に Twitter や Facebook をだらだらずっと見ていただけなのかもしれませんが。<laughs> <laughs> そっちの線も全然あるんだよな <laughs>。<laughs> そうそう。いやいや、最近ね、このあるという会社に、あの、どんぐり聞いてて入社しましたって人の話を聞いたので、ちょっと嬉しいなと思ってう、ね。うん、嬉しいですね。はい、うん。うん。結構、どんぐりリスナー感でなんか、 仕事を紹介して就職したって人もいるみたいなんでね。ね。長く続いていくとそういうのもあるんで、ちょっと面白いですね,ね。いや、そう嬉しいですよね。うん。うん。実はね、裏どんぐりには、なんだ人材募集の部屋みたいなのあった気がするんだよね。あんの,あ,のあれん <laughs> に僕が知らんわ、うん。なので、そういうのも活かせればいいのかな。うんうん、いいっすね。うん。裏どんぐりとは何ですか裏どんぐりね。これ話すと長いんだけど、 <laughs> そんなにうん。久々に説明しますと、なんだろう、今僕らこうやって収録してるじゃないですか。うん。この収録は実は生放送してるんですよ。お裏どんぐりという会員、リスナーコミュニティみたいなもんですかね。はい。そこの会員限定でこれ生配信しながら収録してるんですよ、実はね。うんうん。そういったのをやったり、見れたりとか。あとは、まあ、リスナー同士の交流するスラック部屋があるみたいな。 そういったやつですね。何気にもう2年以上やってるよね。素晴らしい。すごいわ、これ。まあ、もう最近はね、この会員の皆様がもう自主的にどんどんいろいろやってるっていう感じなので、うん、僕らも1メンバーみたいな感じになってますけどね。うん。うん。まあ興味かと、興味ある方、興味ある方いらっしゃったらぜひ入ってみてください。どうやったら入れますかえっと、キャンプファイヤーとかから入れるかな。ググってみてください、裏どんぐりで。 興味ある方はぜひ入ってみてください。